友先生が出る前なんですね。当たり前だった漫画表現っていうのがあって、うんうん、一番顕著なのはね、このガラスのね斜め線なんだよ。昔みんなこうやってガラスを描いてた、はいはい、で例えばこうツルツルした床とかにこう足があった時にその映り込みもみんなこうやって縦線で表現してた、うん、そうだね。でまあ例えばこういうイカリンボマークとかポッタ学の時に斜線を入れるとか、うん、あと眠る時にこの ZZZ って入れるとか ZZZ でしたね。そうそう、はい、あとメガネって必ずこういう風に描いてこう丸いこういうなんか光を入れるみたいな、うんうん、こういうのってやっぱり全部永遠と手塚先生から受け継がれてきた表現なんだよね、はい、大友さんがこれをね、うん、一切やらなかったんだよ。やってないんですよね、うん、で僕ねやっぱね一番ショックだったのがやっぱりそのこの部分なんだけど、はい、大友さんはどうしたかっていうとガラスに映り込みをこういう風にね人物の映り込みをちゃんと描くんですよ。ちゃんと描いちゃったちゃんと描いちゃっただからこうカウンターとかもこう縦線入れるんじゃなくてちゃんと映り込んだ人を描いてるんですよ。描いてる、うんうん、これねすごいショックだったの。いやびっくりするよね、うん、これはショックだったね。これはすごいよね。そうそう、なんかね大友さんで一番ショックって俺この部分なんだ。あそうなんだ。そう、絵を描いててえこんな表現あったんだって当時高校生の時すごいビビったんですよね。ああいやそれはビビるよね、うん、ビビるビビる。あのなんぞコンクリートかけてる感じとか、そう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 、ああいうのもそうだし、なんだろう、うん、大友さんから発祥したやっぱりそのリアルな絵作りって結構あるんだよね。で大体このね目がただの黒い丸ってどうよって思わない？そうだねあの光も何も入ってなくてただの黒い丸っていう、ね、はいはい、あと女の子を描いても鼻は低い、ね、目はちっちゃい、うん、胸はめっちゃ下つきとか、うんうん、全部手塚さんと真逆じゃないですか。真逆だね。なんか喧嘩ってんのかぐらいな感じでしたね、はいはい、本当に、まあ、リアリズムだよね、うん、リアリズムだよね。だから大友先生は多分その漫画の表現を一切参考にせずに映画から持ってきてるんだよね、うん、映画の画面を多分凝視しながらこれはこうなってるこれはこうなってるって多分見てたんじゃないかな。同じ映画からパクってんのもね、そう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 、ここまで違うかって本当にそうなんだよね、うん、なんかリアルな絵っていうのは多分劇から始まってるんだけど、はいはい、大友先生が出た時に、ね、やっぱりそのリアルな劇からまた一歩ちょっと違うリアルさが出てきたんだよね、うん、前も言ったかもしれないけどそれまでの劇画ってベタをいっぱい使って斜線いっぱい入れて、うん、どうじゃリアルみたいな感じだったんだけど、はいはいはい、大友先生の画面ってね白いんだよね。そうなんですよ。そうでね、白い大友を知ってるから、うん、メビウスのこれ見ると、うん、うわ白い、そうそう白くてクールなんだわ。クールですね。なんていうの、個人的な情緒に入らない、うんうん、どっか俯瞰して人間を見ているとかね。そう、うん、本当にそう、うん、だからやたらと人間が解体されていったりとか、うん、物として扱われてるみたいな、まあ、これが実にエイティーズなんだよね。そう、本当に80年代な感じなんだよね。80年代だよね、うんうん、だからなんかその大友さんってこういう方失礼なんだけど、うん、あんまり人間に興味がないのかなってだと思う、思ってしまうんですよ。だからアキラで最も人間に興味あるふりをしたんじゃない？ヤンジャンっぽいじゃんあれだけでもあとはさ、アクションで描いてたやつとかさ全然ヤンジャンっぽくないというか、うん、少年漫画の主人公的なキャラクター出てこないよね。出てこないね。もっとクールでモブの人たちが基本的に主人公になってる人たちっていう感じ。あとは本当ビルの屋上に例えばポツンと人がいるのをこうすごい緻密に描いてみたりとか、ね、なんかそういう画面上の空気感っていうのをすごく大事にする人で、うん、そこに描かれてる表情とかはね実はあんまり関心がないと言ったら変なんだけど。そうだね。うん、てかまあその一個前の世代があまりにも情念に行き過ぎたんで、うん、カウンターだと思うけどね多分ね、うん、だから面白いなと思ったのが、うん、その同時期に吉田明美さんいたじゃないですか、はいはい、あ同じことやってる。そうで吉田明美さんは同じことをやってるっていうか、はいはい、絵柄をすごく大友さんに寄せてたんだけど。そうだ、ねうん、ただね吉田さんってね読むと分かるんだけど、うん、むちゃくちゃ人間に興味がある人。ああそうなんだ。そうだからめちゃめちゃその人間の内面とかその深いところを描いてるんで、うん、あの絵柄こそ大友さんに近いんだけど、はいはい、全然違うものなの、うんうん。